U153 プルイルークイは、ウクライナのミサイル艇である。艇名は、中部ウクライナの都市、プルイルークイにちなむ。U153 プルイルークイは、ソ連時代に 206MR5 計画、B フリ型大型ミサイル艇の7番艇として、建造された。建造時の名称は、R-262 で、スレドネネーフスキー造船工場で寄港された。 1979年11月30日には、竣工し、12月12日付で、クリミア自治共和国チェルノモールスコエに本拠を置く、国会艦隊第296ミサイル艇旅団第41ミサイル艇戦隊に配属された。ソ連が崩壊すると、国会艦隊に所属していた 206MR 型大型ミサイル艇の貴族は、ロシア海軍と、 ウクライナ海軍の間で争われることになった。最終的に R-262 は1995年12月30日付でロシア海軍を除籍となった。ウクライナ海軍へ編入された R-262 は1996年1月10日には中部ウクライナの歴史ある都市にちなんで U-153 プルイルクイと解消された。その後、 ウクライナ海軍では、財政的な事情と艇自体の老朽化により 206MR 型ミサイル艇の退役を進めた。結局、グルジアに譲渡された U-150 このトープを除いては、稼働状態に置かれたのは、U-153 プルイルークイと U-154 カホウカのみであった。これら残る2隻も2007年中には除籍される予定であり、同年7月1日に開催された。 一般公開イベントがプルイルクイーにとって最後の晴れの舞台となる見込みであったが2008年まで運用するという情報もあり、事実2008年9月時点で現役に止まっている。2011年5月現在現役であり、定期的な修理を受けている。ありがとうございます。